毎週キングコング、どうもです。よろしくお願いします。ちょっと僕ちょっとね、いつもと毛色が違うんです。西野さんから説明してもろていいですか。そう、実は、すいません、わざわざこんなところまでお越しいただいて。何をおっしゃいますやろ。ちょうど今、先週お話しさせていただいたテイラーバートン、テイラーバートン公演中なんですよ、今期間中なんですよ。まさにそうなんですよね。そうで、今公演終了後で、今ちょっと、会場バタバタしているんですが、はい、もう間もなくこれも終わるからね。はいはいはい、はい、これバラす前に、もしよかったら、うん、毎週キングコングの皆さん、そして梶原さんに見ていただきたいなと思って、ありがとうございます。こんなところまでわざわざありがとうございます。いやだから僕が聞いてたのは、はい、まあ、いつも通りですよ、情報くれないんですよ、はい、そう、9時に、はい、9時までに、はい、キネマに来いって言われて、まあでも俺もアホやないから、はい、ね、テイラーバートンがここで行われているのは分かってるから、はい、まあそういうことかなと思って、はい、駐車場に車止めて、はい、来たらもうここにカメラがあって、そう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 、そしてこの西野さんの格好ですよ。これはテイラーバートン全然関係ないです。関係ないのや。これは全然関係ないです。これは、うん、ティラ様です。梶原さんが来られる前、ちょっと間使ってあのティラ様の撮影。西野って今何刀流なの。ちょっとティラ様やってる。ティラ様がで、まあまあ忙しいです。それで言うとティラ様に結構持ってかれます、はい、あ、これティラ…ティラの、実はこの、マスクかぶってて、さっき撮影があったからっていう、はい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 、別に私服でも、あのテラバートの衣装でもないんです。ティラ様です。いやでもこれめちゃくちゃいいですよ。だから要は、はい、今から現場は見れるってことですよね、はい、プラス、テイラーバートンの配信チケットってあるやんか、はいはい、あれアーカイブ残すでしょ。残します、残します。これで気になった方は配信チケットに、ありがとうございます。ぜひぜひですから、これは。そう、もう劇場ではもう見れないんですよ。あ、劇場のチケットはもう取れないので。そうやな、うん、あとはもう配信でしか見れない。そう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 、いやこういうのも大事よ。大事、めちゃめちゃ大事、はい、やっぱ俺も YouTuber やって長いから、はいはい、もうこれめっちゃ大事。あ、なるほど。やっぱりね、知らないっていうのが、あ、そりゃそうだ、一番なのよ。あとね、テイラーバートンって見たことある Twitter、はい、SNS 聞いたことあるけども、はい、まあまあまあぐらいの人たち、はいはい、今日のこの毎週キングオブ見て、はい、こんなヤバそうなやつなんやっつって配信チケット買ってくれるから。なるほど。あとあれだ、それで言うと、うん、ここのテラーバートンのスタッフ、うんうん、結構、10月28日の幕張のスタッフとかぶってます。え、そうなんや。そうそうそう。あ、それ挨拶しとかんと。いや、照明の伊実さんとか美術の佐藤さんとかって、うん、まあ武道館の時もお世話になりましたが、あ、 そのチームなので、あ、こういうことを作るチームが次幕張メッセをやるんだという。なるほどね、はいはいはい、この世界観、はい、まあまあ少し世界観でいうと違えど、はい、技術的にこんな、そうそう、こういうクオリティのものを幕張メッセでも見れるんだっていう、いいですね、そういうご案内にもなるのかなと思います。じゃあ行きます、早速行きますか、うん、なんかごめんなさい、なんでそんなおもんないことすんの。おクソジジイ、クソジジイ、すいません、もうこいつ捕まえてください。やめろ、やめろ、捕まえてもらっていいですか。お昔のテレビすまん。おまわりさんいたから、不審者捕まえてもらって。いや、あなたが昔のテレビさんいた。記事は謝りに行ったけど、本物、本物や、本物のおまわりさんいたから。いや、捕まえてもらった方がいいんですか、カメラの前。昔のテレビすな、お前。あなたが昔のテレビを先に始めたから。あっちに行くっていう、こっちです、すいません。あんなよう言うで、本物の警察官に対して、ちょっと捕まえてください。キネマクラブ来たのあれ以来じゃないですか。何ですか。あのプペルの時のミュージカル来てくださって。ああ、そうだ、プペルのミュージカル、あれ以来じゃないですか。どうもさん、乗ります、はい、これね、すいません、いい、本当に劇場なんですよ。そう、これ本当はね、入った瞬間に音楽は流れてるんですけど、いやでもこっちで流せないから、ああ、そうか、 YouTube で、そうそう、著作権があるからね。そう、でも流れてるんですよ。本当は流れてんだ。あのシングシングシングダララ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 タタ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 が流れてる。なるほど、違う、本当はね。じゃあ6回、6回して、はい、全然世界観ちゃうやん。がっかりだよ、これ。これね、はい、もう一個上ですか、ね、上です、はい。あ、どうやったっけ、俺もだから久しぶりやから、いきなり舞台ちゃうよね、はい、違う違う違う、ロビー、カウンターはここでチケットをもぎる。なるほどね、このロビーの段階でもうちょっと雰囲気素敵、ここでもう本来は音楽流れてるんだよ。音楽ダラララララララーっつったー、ちょ、おい、
誰がチンパンジーやねんお前。受けてないし別にそこ触れなくていいんですよ別に。そうか、これスタッフさんが食べられるんでしょ。用意してくれたから終演後ですから。すごいな花。すごい。これは偽物、偽物っていうか、うん、テイラーバートンに送られた花じゃないんですよ。なるほどな。テイラーバートンってうう、ジャズシンガーのシモン雅子さんのショーの合間に、繰り広げられる劇だから、うん、だからシモン雅子様へっていうシモン雅子さん用の花がここも演出入ってるんですよ。ところです。そう。すごいね雰囲気。あ、これもそう。こんなこれもあれなんですよ。はいはいはい。シモン雅子のアルバムなんですよ。でもそんなものないんですよ。こだわってる。これは美術の佐藤さんが一枚一枚作ってくださって。そういうことやんな。ないんすよ。こんなん世の中にないんだ。こんなレコードないんですよ。あんなポスターもないんですよ。シモン雅子のジャズライブショーみたいなのありますけど、あんなものはないんですよ。てか普通の演劇ってさ、はい、まあ、俺もそんなに数多く行ってるタイプではないけども、はい、こういうロビーから世界観作るってあんまりなくない？そう、確かに。でも自分たちは結構こう入った瞬間から、うん、もう楽しいのがいいじゃない。いやいや、これ西野さんが考えたってことで、ね、いや、これはもうチームのみんな ね、 でこれはうわ、あれ？あれ？これはですね、これちょっとバンドザウルス入ってんすけど、はい、いやちょっとどころか、はい、これはバンドザウルスの、うん、メンバーの一人ではあるんですよ、うん、実は今回の、このテイラー・バートンの、うん、この劇場の、うん、劇場が東京キネマクラブです。また舞台が、うん、東京キネマクラブで行われているシモン雅子のショーっていうことだよねの、を企画した、この東京キネマクラブのオーナーでありマフィアのボスであるホイコーローさんがこの恐竜のホイコーローさんがでボスがあの招待したアーティストと通称とあの田舎の焼肉屋みたいなことやってるっていう俺が読んだんだぞってこれを自慢してるってお客やるじゃないですかこういうの、まあ、ありますけどこういうの、はい、ほんま恐竜気に入ってるよねそのボスの写真ってむずいんすよ。なんか誰かにしてしまうと意味が出てしまうから。なるほどね。ボスの写真、ボスは出てこないの。劇中には出てこないけど話の中では出てくるんだよ、はい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 、ボスっていうホイコーローっていうボスが出てくるんだけどその顔写真が一応セットにもあるんですけ ど、ね、人にしてしまうとなんかあの人出てくるのかなってなっちゃうから。確かに。だからそうそう、要は悪ノリだとかボケとかではなく、うん、ちゃんと考えた結果ここってここになっちゃったんですよ、ね、ホイコーローさんですね。これもバンドザウルスのメンバーの一人です。マフィアのボスです。マフィアのボス、はい。でキネマクラブは6階から入って、あ、そうね、5階にこっちも見る方がいいね。こっち VIP やもんね。そう、2階、まあ劇場でいうと2階に当たるところが VIP だったりするんですけど。てかもう照明がすごいわ、なんかこういう。そうやね、実さんがまたやで。めちゃめちゃ、あれすごくないあんたこれ。うわー、来たー、ね、なんか。てか、ソフさんすげえ、俺、そうか。すいません、よろしくお願いしますお邪魔す。お願いしますじゃないですよ。ちょっと待って、これえぐいよ。うわちょっと、え、これ上がれんの？え、上がれ、上がれ、上がれ、うわ、やば。すいません、よろしくお願いします。上がれるんだよ。よろしくお願いします。お願いします。すごくない？あれがボスです、あのちょっと待って、ちょっと一個一個行こうや。一個一個行く？ちょ、もうほんまちゃっちゃ行き過ぎやって確かに。じゃあ西野は多分もう、はい、何回も来てるし分かってるけど、俺初見なのよ。確かに。まず、うん、ここ来てボスいじらへんて。ボスじゃない最初。違う、ま、ホイコーローじゃない。俺は今舞台すごいよね本当に。え、上がってえの？はい、これね梶原さんね、え、そう、本当は音楽も流したいんですけど、うんうん、もう照明とかすごいいろんなパターンがあるんですよ。照明とかもちょっと見てみたいけどな。確かに。ちょっと確かに。ちょっと伊豆さん今電話してはるわ。あ、今電話してはる、はい、あ、本当ですか。あ、照明がいろいろ。あ、来た。うわ、すごっ。なんかね、すごいいろんなパターンあったよ。やばー。これちょっと上がってもいいにゃん。いいにゃん上がってもいいにゃんのことですか。いいにゃん。これやってんねん。明日もあんねん。これあれよね、もちろん全部計算されて置かれてるよね。そうそうそう。こういうちょっと散らかってるのはなんか意味ある。あと、ガチャさんあれよ、なんかいろいろなんかちょっと鏡とかあるからケランとってやな。いや、だ、そう、照明とかそういうのめっちゃ気をつけなかんな思って。そう、こういうのもこういうのもこちゃんと意味が、この角度意味あるんですよ。え、これ、うん、なんでこれ今できんのかな。伊豆さん、ちなみに照明って今触れたりするんですか？もう閉まってますか？
いや、もしかしたらいらっしゃらなかった。すげーな、マジでね。この辺のペットボトルとかも、うん、もうこれはもう、公演終わってるからもう言っちゃって大丈夫ですけど、これ木下さんに投げるよ。木下さんに投げるようです。でも違うな、木下さんじゃない、別の人に投げて木下さんがやめとけって言います。終わるぞ。今のはいいね、はい、今のは聞いてる方が配信見たくなるかもしれない、はいはい、木下さんが終わるぞって。 そういう小ネタも入ってんねや。それを、そのこととは触れてないですけども、あ、ていうことやな。別の人に投げるときに木下さんがそれだけはやめとけって。絶対ウケるやん。めっちゃウケた今日。拍手笑い起こった。あ、ちょっとあれだったら客席から見た方がいいね、正面。あ、確かに。正面作ってまず客席ちょっとすごいな。懐かしいね。あんた武道館でこれ泣いてたもんね。こんな言うたやらしいけど、うん、やっぱお金かかってるな。もう俺わかるもん。わかる。古いわ。なんかね、いろんなパターンがあるんですよ。すごい。どっちかあっち取っといた方がいいんじゃないですか。いや、多分ね。あの撮ってるんです。撮ってくれてすいません。はい、なんか今日はない。なんか偉そうにすいませんでした。これなんかもうちょっと後ろ行って。後ろ。はいはい。最初さ、うん、テイラー・バートンっていうね、うん、それブルーダイヤモンドやねんけど。はい、でそれこれはほら。うわやっぱ。これこっちから撮っとい。僕らっていうよりかは、うん、そうっすよね。あっちをね。あっちを撮った方がいいね、引きでね。すごいよ。これは FBI と FBI の潜入捜査官がいるんですよ、マフィアのアジトに誰か一人、はい、FBI の人と交信を取るときにこの照明になる、うん、はすごいよね。あ、そのシーンになったら、そのシーンになったらこれどうやってんの、ライトな、上から、これが、あ、これがあのレーザーはいっぱいは出ないんですけど、はい、あ、なんかね、本当は出るんだ、出るんだよ、出るのよ、すごい、半端ないね、半端ないね。これかっこええやろな、ここで芝居されてたら。コメディやで、ほんでせやねんな。これコメディの世界観じゃないもん。コメディやねん、これやってんのが。いやでもそっちの方がおもろいもんな。そうそうそう、やっぱりこの世界観作ってからの方が、ふざけた方がな、ふざけた方が面白いもんな。ここ来れば来るほど面白くなるもんな。そうやね。うわ、すごっ。なんかあれ、ね、こんなんもシーンによって、あれ、ね、確かにあれ壺やねんけど、うん、壺がね、ぐるんって回んねん、なんか回るとこうレーザーがこうバーンなるってこと。回ると壺の裏側がミラーボールになってて、うん、うわ、来た、うーわー。じゃあこのさ、なんちゃったら言うんだろう、これまあ合ってるか分からんけどさ、うん、このクオリティの演出ってさ、うん、もっとさ、でけえ箱の時に絶対それ。やっぱ合ってるよね、全員思ってる。それ言うと俺もちょっとキネマクラブさんに失礼になったら嫌やな思って、うん、我慢しててんけど、うん、合ってる、全員合ってる、全員我慢してる、合ってる、お前間違ってんねん。合ってんのやったら分かっ、全員思ってる、ね、だってなあ、はい、それこそ武道館とかさ、はい、ねえ、絶風とかさ、そうそうそう、そう2003、全員思ってる、このキャパでこのクオリティ やっぱやばいよね。でも逆を言えば、うん、このキャパやからこそ特別感がある、はい、あ、確かに確かにな、うん、しかも2日しかやれへんねん、やばっ、ちゃう、すこれ全部でしょセット。そうなので、もう舞台とかも、うん、舞台ヘリはそこなんですよ、わかります、なんかちょっといい、ここが舞台ヘリなんですよ。なんか舞台のヘリ。そう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 。これね、そこが、ここなんですよ、舞台は。本来。ああ、そういうことか。はいはいはい。こっから先は作ってるんですよ。だからもう客席全部潰して。ほんまや、そうやん。そうなんですよ。潰してるんですよ。ここや。そう、こっから本来まっすぐ舞台なの。そう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 。だけど潰してしまっ、あの前出して客席潰してっていうことをやってるっていう。はい、どうします、ここはもう超 VIP 席や、お客さん座ってるよ、ここ贅沢やな、ここ贅沢やで、ソファー席で、うん、これ石ちゃん贅沢やで、これは、やば、これはあれ、もうやっぱり西野だけじゃなくていろんな大人、はい、チームスタッフで考えて全部作っていってるっていう、皆さんでね、本当にたくさんのスタッフさんで、はあ、こうやって見るとでも幕張楽しみでしょ、確かに、どうする、確かに楽しみやな、この感じで作るんやったら、この感じで、しかも
幕張メッセというでかい劇場で作るってことやもんな、はい、うん、どうなるでしょうね本当に。これは楽しみ、楽しみでしょ。改めて本当に皆様よろしくお願いいたします。本当にありがとう、よろしくお願いします。一生懸命恐竜かぶって踊ります。いやそうよありますから、うん、ちょっとちらっとさっき、うん、ほら あれもう完成してんねん、あなたのあれ。え、カジカジやん。そうやで、あれライン入ってるやん、もう。そうやで、カジカジ完成したんやね、もう。やばー、これで踊んねんで、これかぶって俺踊んねんで。そうすごい、完成してる。完成した。これ実はなんやけど、まあ、これ毎週キングオブでしょ、あのカジサックチャンネルでも裏側追っかけてるって言ってた、はいはい、この完成される前のシーン、カジサックチャンネルに流れるんで、あー見てほしい。まあちょっと結構先になるかもしれないけど、はいはい、フィッティングのね、フィッティングで、うん、あの異常に西野が拗ねるっていうところがあるんでこれね面白くて、まあ、カジサックチャンネルそれはご覧くださいなんですけど、はい、まあいろいろあって経て完成したんだ。なったよ、やば、カジカジやわ。ティラ様はないんですか。ティラ様はどっか行ったんですか。ティラ様は奥にあります。ティラ様どっか持ってきてもらっていいですか。はい、これほんまにすごいわ。かっこええで、カジカジ。カジカジの方がかっこええねいや、かっこよくて軽いね。いやでも俺どっちかその軽さにムカついてんねんティラ様はめちゃくちゃ重いから。いや、なんでもそうやけど、座った方がいいですか。なんでもそうやけど、なんでもそうやけど、はい、なんでもそうやけど、はい、カメラがもう離れていってしまって梶原さんが喋ろうとしてんのにもう、あ、撮ってる。え、あっち、あれ、あ、一応ピンマイクついてるからいけんだって。あ、そうかそうか、はい、なんでもそうやけど、はい、新しいものっていうのはやっぱりよく見えるから、はい、やっぱりティラ様は変わる。じゃあ俺全然あのそっちをティラ様と言って、うん、僕が被ってるをカジカジでもいいで、そんなに言うんだったら、あの俺糸も簡単にあれ捨てるからあんな重苦しいもの。いや、それは話がちゃうやん。だってカジカジって言って俺に合わせてこの色合いとか作ってるわけやから。いや、はい、いや俺はだってぶっちゃけた話、はい、ティラ様もめっちゃかっこいいと思ってるもん。まあビジュアルはね、でももう嫌になるぐらい重いよ。そのかっこよさを凌駕するぐらい重い、うん、でも あれね、あれかっ、でもビジュアルかっこいいの意外とね。いや、かっこええって。でもこれさ、うん、この二人並んで、うん、踊んの、うわすごい、ほらちょっと、かっこええって、持ちます？ティラ様も、はい、ちゃんと持たんとな。これ、後ろ見てこれ、映ってる？かっこええね。後ろこうですから。待って、すごいね、カジサックより全然かっこええもんな、うん、これどう、これこうですよ。このツーショットかっこよくない？これかっこいいよね。いや、これ、いや、ティラ様もやっぱかっこええって。いや、そっちの方がかっこええから、じゃあ変えようよ。それはちゃうやん。いや、もうほんで、あの、持ったら分かるわ。一回持ってみようか。これ、ここ置いていいかな。はい、いいっすよ。よいしょ。持ったらもう本当にこれ頭に背負うんかいって言う。めっちゃ嫌やろ。倍から重いやん。いや、倍から重いね。めっちゃ嫌やろ。うわ、ほんまやわ。ほんまに。ほんまに重いやん。ほんまに嫌やね、俺。ほんまに嫌やね。これ、ええで。これさっきカジカジも一応モデルさんに入っていただいて、はいはいはい、一応ツーショット写真撮ってるんですよ。見ます？ あります？だけどあれめっちゃかっこええで。あ、これをかぶった人撮ってさっき撮っててん、カジャラさんが来る前に。それがめっちゃかっこええで。あ、見たい。その照明も作っていただいて、なんかさっきポーズを撮ってやってたんやけど、めっちゃ見たいけど一本連絡欲しかったな。いや違い、忙しいじゃないですか。そんなやる、そんな。ぶっちゃけこれ中の人誰でもええやで。じゃあそんなん言うなよ。そんな別に西野じゃなくて俺のカジカジやから。で他の人でももう愛着湧いてるよ。ほんとちょっと毎週キングコングで適当に挟んでください、うん、なんかかっこええねんこれ。ツーショットあれさっきの一番かっこいいのどこ？あの背景のいっぱいあるもんね。あ、これだ、ほら。あれ、なんか、うーわ、えぐ。めっちゃかっこよくないですか？すごいね、マジで。これ挟んでくださいね、画像を。一社入れてね。一社。え、これさ、衣装はこれで決まってんの？いやいやいや、なんでも。その時々で。
幕張メッセの時の衣装も考えなかったな。そうやねんな、何がええと思う。いやでもやっぱり祭りじゃない。あ、そう、祭りの男の人いるやん、なんかちょっと前掛けみたいな人、言ってることなんとなくイメージつく。あれでしょ、祭り、だんじり祭りとか。そう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 、そっちの感じでしょ。でも本当にかっこいいのはスーツやん、うん、絶対スーツかっこええよ。曲によってか、曲によって。そうやね、なんかパキッとして上がこの状態の方がやっぱり、まあまあ、だからこの写真がそうやねんけど、かっこええでこれ。ちょっと細身のスーツ着てやるのがやっぱりかっこいいとは思うねんけど、ただ祭りやもんな。すごいなこれ、かっこええでこれ。どうするで踊んねんやろ。踊んねん、俺踊られへんけどまだ全然。いやこれはいいです、かっこええな。まあだから衣装はちょっと考えて、考えもんでいかなあかんっていうところかな。なんかすごいことなってきたね、いよいよね。だって進んでるんですか。え、そのカジサックコーナーもあるじゃないですか。考えてる考えてる、そう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 。だから何をするかっていう部分ではある程度詰めてきてて、はいはい、ちょっとまあ軽く言うと物販を考えてるっていうところで、はい、今言うてもさ、もうかれこれあと3ヶ月切ってるじゃないですか、はいはいはい、そうよ。だから作れるものと作れないものもあったりするから。そうだそうだそうだ。でもできるだけこう、確かに祭りっぽいものをって言って動いてるっていう感じかな、はい、もうでも、うん、リアルな話すると、今日のこの放送回があって、来週の3時間後、2時間後3時間後にチケット発売じゃないかな。ほんまや、いやちゃ、そうやんな、確かそうやね。そうやんな、7日、8月7日やからもうやで。もうチケット発売か、早っ。大丈夫これ。いや、それはあなたは言わないでよ、あなたですよ、うん、それは。大丈夫かな。いや任せてますから、ある程度俺らは与えられたことはもちろん頑張りますし、やるけれど、はいはい、まあぶっちゃけた話、ステージ上で何かやるかっていうのは、うん、その時間配分的なことはまだそこまで詰めれてなかったりするけども、はいはい、なんとなくもう俺らは決まってるで。本当、うん、大丈夫かな。いやなんか俺ねびっくりしてん、なんか、うん、天井に提灯飾るって言ってた覚えてますか。もちろん、もちろん。櫓があって、超でけえ提灯が上にあって、提灯型のスクリーンなのかがあって、はい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 、こっから提灯をバーって3000個クラウドファンディング、そうそうそう、3000個やるって言ってたやんか、うん、前、うん、でそれを3000提灯とか言ってたんやけど、うん、7000個になったらしいね。なんか多分盛り上がっちゃったんだろう。いやだってそこやったやろ。そう、それはね集まったけど、 それこそトンボがすぐクラウドファンディング支援して、ちょうちん嬉しいもんな。めっちゃ嬉しい。で俺知り合いから連絡来て、はい、あるタイミングで、はい、梶原さん言うて、何どうしたんすかって言ったら、ちょうちん自分のやりたかったのに無理でしたもんって、ね、あそうか、もうなんか名前入りちょうちんが完売した。あそう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 、それ完売したんだ。あでもまた追加したんじゃないかな最近かな。確かそう、追加してると思うけど。70007000って言った。いやでもそれがやっぱり俺は、うん、まあ、俺ってクラウドファンディング下手太郎やん、はいはい、やっぱりめちゃくちゃ上手だよね。まあ馬太郎や、馬太郎、下手太郎で、うん、いやドミノ企画でね。ドミノ一個も倒れずに企画だけ倒れたってっていう伝説の、はい、企画が一個だけ倒れて、本来企画一個やのに何者かに何か押されたわけでもないのに勝手に倒れるっていう。本来ドミノって相場は何かこう倒れてきてこういうこと、背中押されて倒れるけどね。そうそうそう、ドミノっていうのは、そうそうそう、企画が単体で倒れる、単体で勝手に倒れるっていう。やっぱりすごいね、はい、声ってやっぱり風となる、ね、あそうかそうか、押してるわけじゃないもんね。押してるわけでもない、声が倒したもんね、うん、でも最終的に中止を決めたの俺やから、はい、俺が押してんねんけど。めちゃくちゃ面白いじゃない。上手やな。だからやっぱりそのね、支援っていう形で自分の名前が書かれたとか、はい、まあそうじゃない人もいるかもしれないけども、はいはいはい、そのものが飾られていて、はい、そしてそれを見に行けるって、はい、もう最高の使い方だよね。確かにね。グッズ決まっ、何か内容結構決まってんすか。祭り系やね。例えばどういうのなんですか。今頑張って調整してんのが、うん、お面。あーええー、なー、せやね、おもろいこんな話。ごめん、でもいいっすよね、今日はそういう回ってことでいいっすよね。全然ええよ。お面ええー、なー。そもそもこのチャンネルに面白い回なんかないねんから。
YouTuber と絵本作家やからおもろいやつがおらんねやから。そうそうそう、おらんねん、はい、夢語るか切れてるかどっちやねんから。そうそうそう、そっちかね。その2択やねんから、しゃあない。たまにはこんな世界観。おめんええな。おめんやろ。ただ、うん、おめんって、うん、作ろうなんて思ったことないやん。ないないない。買ったことはあって、うちなんかで言ったら子供5人を、うんうん、子供におめん買う祭りで、はいはい、何気に買ってたわ、うん、いざ作るってなった時に衝撃やったな。何が？むっちゃお金かかりそうやな。へー、まあ型から作らなきゃいけないから。さすがですね、ものづくりの天才、はい、型取りめっちゃお金かかる。何のおめんなんですか？カジサック。あ、そうそうそう、だから要は一からオリジナルのお面を作るっていう。はいはいはい、要はカジサックタオル、まあ、言うてもアイコンみたいなのがあるのよ。あるね、カジサックのキャラクターの、はい、あの顔のお面を作りたいなと思って。要はタオルがあって、はいはいはい、顔の形があってみたいな。お面ってこれでしょ、このここはゴムになってるやつでしょ。そう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 、 あ、 あれが高いんだ、作るの。あの肩取るのがめっちゃ高いね。へえ、あ、そうなんだ、知らなかった。今回俺はやっぱり特別感出したいから、うん、まあ、グッズ作んねんけども、はい、基本的にはやっぱり現場に来てくださった方々へ提供したいなと思ってるから、うんうん、ロット数ってね、はい、あるじゃないですか、はいはい、いくつ作るの最初に、はい、その個数によって値段も変わる。いや、そうやんな。だからそこのリスクあるもんね、在庫リスクが。そう、うん、ほいでね、まあ、例えば100個作るのと1万個作るのとでは、もうものすごい額の幅があって、だから俺はやっぱりそんな1万個も作られへんやん、売れへんし、実際お客さんがどれだけ買ってくれるのか分からへんからっていう部分で今試行錯誤してるっていう。そういう時にクラウドファンディングやってるんですよ、僕ら。っていうことやんな。そう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 、事前に、まあ、言ってしまったら予約販売みたいなことをして、おおよそ、まあ、数これぐらいもう売れるねって分かって発注して、これの繰り返しで、うん、なるだけ早い段階でその在庫リスクを潰すっていうのをやってるっていう。それが本来のクラウドファンディングの使い方でしょ。まあそのうちの一つだね、使い方の。もう俺はしないのよクラウドファンディングを。しないって決めたもんね。もう決めたよ、はい、はいはい、やっぱりね、はい、もう怖い、ね、いやそうやな。クラウドファンディングやると、はい、やっぱりカジサックというキャラクターにイメージがないから、内容云々じゃなくて、おそらく俺がクラウドファンディングやった状態で、すでにもうえって多分なると思うから。相場何個だと思います、お面の。1000個500個。え、もし幕張メッセで売るってなったら、いや、いいとこやな。500か1000。もうどっちかやな。1000だと多いかなっていう。あ、だっていろんな今回お客さん、俺さっきからちょっと気づいてんけど、はい、えらいもんで、ね、舞台で収録してるから声張ってまうねほら、キングコングがもともと舞台生まれやから、うん、普段こんな声張れへんやん、ね、マイクしてろ言うてんのに、うん、下手やねんな、この辺がな。これ下手やかな、これ。慣れてへんしな、ピンマイクなんか。慣れてんで、これ、はい、ほんまに。なんか喉痛いな思ったけど、うん、俺結構声張っちゃってるなっていうのがあって。いや、だから500から1000やな。500っぽいな、なんか。1000な。そう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 。でも他の高いの500だったら。相当型取り、相当高い。型取りがやばいぐらい高いって。でも一回型取ってしまったら、うん、今後また、幕張メッセージじゃなかったとしても、うん、カジサックのイベントとかで、うん、ちょっと追加で作ろうって時はもう安いんでしょ。あ、まあそりゃそうじゃないかな。そりゃそうだと思う。だからやっぱり例えばなんだろうね、タオルとか T シャツとか作るとではちょっと話が違うのよ。へえ、面白いな。 T シャツも最初考えたけど、でもやっぱり今回俺カジサックの5周年、うん、しかもお祭りにちなんだものがやっぱりええやん。わかるでしょ。俺もそれだもん。そうそうそう、うん、だから本来普段カジサックグッズ販売しますってなった時に提供するようなものではないものを提供したい。はいはいはい、なってきたらやっぱり俺はお面じゃないか。いやでも欲しいな、うん、お面は。なんか結構どうなの、そっちサイド、西のサイドも結構出すの、そういう物販。バンドザウルスのグッズがいくつかあって、うん、一つはカチューシャ。カチューシャ？カチューシャはこれはちゃんと狙いがあって、うん、なんかグッズを売るってなった時に、うん、その客席がすごくこう映えた方がいいなと思って、そのグッズが売れれば売れるほど、はい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 、今後バンドザウルスがライブする時に、うん、客席がどん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 映えた方がいいなと思った時に、うん、この森のカチューシャみたいな、ジャングルのカチューシャみたいな、それをつけてる人が増えれば増えるほど、うん、バンドザウルスの客席がジャングルになるじゃないですか。賢いなっていう、そういうなんか意味、次につながるものを売ろうっていうのがあって、バンドザウルスはそのカチューシャが一つと、うん、あともう発想全く一緒、梶原さんと、
やっぱりお祭りやから盆踊りやから、うん、それにちなんだやつを出そうっていうことで、うん、バンドザウルスは、はいはい、うん、ベビーカステラです。バンドザウルスがみんな多分恐竜のマスクなんかかぶってこうやってやるっていう、ベビーカステラ屋さんをやる、屋さんをやんねや、屋さんをやるっていう、いいでもそういうのがええな、なんかお祭りがええな、ちなんだ方がいいよね。俺もやっぱりたくさん考えたけども、うん、はい、でもお祭りやけども今回ライブでもあるやん、イベントでも、はいはい、その音楽やったりするから、はい、ペンライトとかもありかなとか思ったけど、でもなんて言うんだろうね、いろいろ考えるのよ、うん、今回別にカジサック単独ライブでもないし、はいはい、西野と共同やん、はいはい、でバンドザウルスの応援してる人もいるやん、はいはい、なんかそれで言うとなんかペンライトこっちあってこっちは森のこっちのカチューシャ、うん、ってなってんのってどうなんかなとか、はいはい、いやでも盆踊りだし、うん、ハロウィンだしみんな仮装してるし、うん、おのおの着物の人もいれば、うんうん、かぼちゃの人もいればやから、うんうん、もうそこはもういいんじゃない、いいの、いいんじゃない、じゃあペンライトもありかもね、あ赤いペンライト、あーはーはー、なんかカジカジ応援してくれてるみたいになるかもね。あんまトンボにはまってなかったけど。なんかさっき分かるよ、分かる分かる、全然気づいたやっぱり、うん、全然な、うん、あの音がしなかった、顔が、うん、音出てなかったけど、はい、俺はもう長いから分かんないけど、はい、心の中のフレーズは、はい、なるほど。もう違う時のやつや、違う時のやつ、違う時のやつ、あいつの違う時のやつはもう絶対なるほどって言うから、なるほど、なるほど、そう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 、あと若干、うん、あいつ今日なんか緊張してる、よそ行きの感じ、よそ行きの感じ、これなぜならば、うん、俺ら二人が舞台に立ってるからやと思うね、うん、あそれに今なんか変な感じになってなっちゃってね、変な感じになって緊張してるくせに一番いいソファー座ってる。VIP あの辺はあいつのデリーの部分やからあれやねんけど、なんか若干変やもんな顔、確かに確かに、うん、ちょっとね、うん、あれかもしれんけど、まあでも盛り上げていきたいよね、おめえいいっすね、でもなんか、うん、もう、うん、そろそろ出しておかないといけないね、その要はグッズで何を出すとか出店何を出す、だってこれバッティングしちゃダメじゃないですか、そうそうそう、いやだから俺は前ちらっと西野には言ったと思うねんけど、うん、8月7日にチケット発売でしょ、はいはい、俺の誕生日気持ち悪いな。誕生日なんですよ、うん、でその6日に俺カジサクチャンネル出すって、はいはいはい、俺そこでもうちょっと言ってる、ああ言ってる、その動画で おめのこととかことも、はい、あの今のみたいな感じで伝えてる、はい、ああなるほど、でいいですね、そこはちょっとさすがに動画見てほしいから、はい、あと2つあるんですよ俺、なるほど、そこは8月6日の動画で伝えてる、なるほど、だからちょこちょこ小出しにしていきたいなと思ってんねん、出店出す人結構他にもいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、ワンチャンだってお麺屋さんが出てきた時もむっちゃ強豪だから、うわっ、なんか全力で潰しに行かなきゃいけない、ちょちょ、そんでそこで戦う、いやもうそれだってお麺屋さん出されたらカジサックのお麺とピカチュウのお麺だったら俺ピカチュウの欲しいもんだって。当たり前だけど俺はピカチュウの、でもカジサックも欲しいか、いやでもそこはやっぱり希少価値で勝負したい、ピカチュウのお面は外で買えるから、まあ確かに、サックのお面はそこでしか買えない、うん、分からへんやん、そんな売れたらすぐどこ展開しようってする。え売れたやんっつって、もう売れしょんでてもうて、もう来週からそのオンラインでお買い回すってやりそうやんか、そのカジサクチームは。お前お前どんなイメージなんカジサックの、いやいや売れたやったーってやりそうやん、なんか違うやん、みたいな、もうすんやん、いやそんなんちゃうやんか、その田舎、ほんまやって、田舎の中小企業の社長やから、違う、売れた売れた、次作れ、在庫回せ、なんかやれへんやん俺なあ、そこはもうすんすんできますか、売れたね、めっちゃ売れても、えめっちゃ売れても、もう瞬殺やねん、もう出した瞬間に、うん、もう本当に5分ぐらいで500売れました、うん、でスンってできる、急いで次の祭りの準備。だからそれって祭りの回数増やしてしまうやん、じゃあそれでおめえいつでも手に入る、だったらいいだろう、だっていきなりオンラインサロンでどうでっかよりええやろな、新しい祭りを作って、はいはい、祭りでしか売らない、はい、でもいいっすね、やっぱり希少価値は大事やし、はい、だからまあごめんなさいね、今ここで喋ってるけど、できないかもしれないから、うん、お面が、そっか、こんだけ言ってたらもうあかんわ、やろうぜ、いや、それはやるがいいっすよ、やって、もうどう転んでもやったほうがいいっすよ、もうお面を作るって決めてしまって、売るって言って、もうだからそれはうん百万かかんねんな、確か、あ、そうかそうか、なんか結構かかるらしい、お面作るのに、そう、肩通り、肩に、わからん、これだから、これ、うわっ吉本どうしてるからかな、ひょっとして
え、吉本を通すとなんか高くなるんですか？いや、分からへんけど。吉本が中抜きするんですか？いや、分からへんけど、なんか今怖くなってきた。吉本だって俺一番最初ファーストレクションこんなんやったから、はいはい、木島に言うて、はい、こうでこうでこうでやっといて聞いといて言うて、で後日に木島からちょっとすいませんこれぐらいかかりそうですって時にもうってなる。なる。なんで？でも本当すんのかな。そやろ、吉本通してるからかな。それは ないよな。どもるなよ。いや、ちょっとどもったな。いや、これそんどもったね、今。吉本の中抜きある。だからワンチャンもう吉本辞めるからですよ。お面の中抜きが辞める理由ダサすぎるやんか。一番おもろいって。え、芸能事務所辞める時の理由一番おもろいって、やっぱお面の中抜きがひどかったっていう。聞いたことないもん、そんなアクロバティックな辞め方。お面の中抜きひどかったわ。俺でもええな、西野ええ話振ってくれた。火ついたぜ。やりましょう、これは。やろう、絶対やる。もういい、俺も最後俺が出すから行くって。で、それはもう全部ネタにしましょうよ。なんかそれで、うん、アホみたいな赤子いたら、うん、だから皆さん、その幕張メッセで絶対にカジサックのそれは買ってもらいましょうよ。もう買ってほしいな。そう、うん、500個。え、もうお前そこ500個作ろう。500個作る。1000個か。え、1000個。だからこれ、だから皆さんがこれって、まあ西野詳しいと思うけど、はい、結局これなんでこんな話してるかっていうと、はい、例えば500作ったら、はい、さっき話したようにやっぱり少なければ少ないほどお金かかるんですよ。そうやね、うん、イコールどういうことかっていうと、売るときに高値で売らなあかんことなんだよ。そうやね、うん、で1000個作ったら1000個作ったで安く作れるから、うん、値段も安く提供できる。そうだそうだ、うん、これだから、それで言うと、うん、消費者の皆様は、うん、こっちの方が嬉しいね。1000個だ。ただ1000個、1000個でもう10個買ってくれた人とツーショット撮るみたいな AKB みたいな売り方して、お前なんか、なんでお面にそんな命かけてるか知らんけど、AKB の前は本業だからさ、 CD だからいいけど、はい、逆に、はい、あ、いや、もう1000や1000や木島1000や1000や1000個お面1000個企画や。お面1000お面1000。さっきの話じゃないけど、さっき売れたら、うん、すぐになんかまた作って売るとかいう話してたでしょ、うん、じゃなくて逆に、うん、1000売れなかったら、はい、売れなかったらそれはオンラインで発売します。お願いします、買ってください。売れなかったらな、オンラインで発売しますから。事務所お面だらけなの。売り切れでもそれは面白いんじゃないですか。そんなにね、何で失敗してんねんって話やから。寛平師匠みたいになってもらえた。なんかあったやろ、寛平師匠なんか。めっちゃ在庫抱えて。めっちゃ在庫抱えて。なんかキーホルダーがなんか作りはってあんな人。アメバババッチや。アメババッチ。アメババッチ買わんて。誰やゴー出した。いやいや、もうだからすごい人気。おらんのかい、その優秀なブレーンが。師匠がバッチ作ろう。寛平師匠のバッチは買わん。いや、わかる。いや、買わんて。マネージャーが言うたげんと、それ買いませんってって言うたげんと。俺でも西野が判断したわけよ、ちょっと、うん、いけるんやな、おめん。いや、いけるかどうかは分かんない、正直分かんないけど、1000ってアホの数字やん。まあな、1000、1000いこう。500っていうより1000って言って、いこう、1000作ろう、1000作って売ろう。でもし余ったら余ったで考えよう。でもワンチャンあるんですよ、余ったらもうステージ上で叩き売るじゃないですか。誰か買いに来てくれっつって、もうここで買う人っつったらもう絶対いるで、もう一瞬で売って、ほんま絶対ある。めっちゃダサない？めっちゃダサい。1個でやろうよ。せっかくだったらなって、そんなシュッとしてるイベントやるつもりないじゃないですか。もうまあでも確かにこの人生の中で自分のお面を作ることなんかないやん、はい、そう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 、ね、これチャンスなわけやから、うん、チャンス、もうやろうよ。お面戦だ。お面戦、お面戦、これでいきます。いくわ。行こう行こう、やるわ。チケットは8月7日ね、うん、8月7日に発売となっておりますので、ぜひよろしくお願いします。そして、はい、こちらのテイラーバートンですね。そうだ、あの本当にこの世界観、はい、素敵です。本当に生で見た方がもちろんいいんですが、はい、もう公演自体は終わっておりますので、はい、もしよかったら配信チケットですね、はい、あの概要欄に載せておりますので、ぜひ皆様、なんでここまで俺が今偉いな、 YouTuber 偉いな、偉いもんや、慣れとるからお前、偉いもんやな。概要欄までの説明がスラーやったわ、うん、ありがとうございます。よろしくお願いします。ぜひぜひ見てください。お願いします。待ってます。ありがとうございます。すごい。お疲れ様です。お疲れ様です。西野です。大切なお話をしたくて。
舞台上のプレイヤーとしての宮迫博之を見たい。コントっすね。演劇です。お久しぶりです。あ、野田恵子さんです。よろしくお願いします。阿部義嗣さんです。最後のキャスト、はい、僕です。いや、僕ですちょっとだから、ちょっと汗めっちゃくちゃテラバーはい、もう本当に楽しみ楽しみ、はい。